公門の会は、紀元前206年、その公務と菅の留法が、旗のと菅洋郊外で会見した古事、祖菅の工房の端緒となった。紀元前207年、東進に立ち上がった、その海王は、菅中をはじめに平定したものを菅中の王とすると諸将に約束した。海王は、公浦を、朝の救援後に、菅古籍より菅中へ進軍するよう北上させ、 一方、劉邦には南方ルートの武漢より漢中へ進軍するよう命じた。命を受けた劉邦は軍を進めて、進軍と戦った。一方、旗の最小である長江は、二世皇帝を殺害し、漢中を二分しようと提案してきた。劉邦はこれを暴略と断じ、張領の検索に従って、真の将軍を買収し、武漢を攻略。漢中に侵入し進軍を撃破した。 その際に、新王の声が降伏し、劉邦はついに軍を率いて、新と関陽へ入る。この時、皇羽はまだ関中に立っていなかった。劉邦に遅れて、関古関に立った皇羽は、関を守る劉邦軍の兵を見る。さらに、劉邦がすでに、新と関陽を陥落させたと聞いて、大いに怒り、東洋君らを派遣して、関古関を攻撃し、関中へ入って、 たわむれ水の西に軍を進めた。劉邦に、謀反の罪を問い、撃滅してしまおうとしたのである。紅羽軍は、劉邦軍に比べて兵力のみならず勇猛さでも、圧倒的に上であり、劉邦の命運は、風前の明かりとなった。紅羽の叔父の紅白は、夜ひそかに馬を走らせ、劉邦に確証として従っていた長領にあった。紅白は、長領と、兼ねてより親しく、また、 あだもちとなった際にかくまってもらった恩義があった。ことの天末を話し、君だけは助けたいと共に脱出するよう誘うが、長寮はそれを拒否し一部始終を劉法に伝えた。劉法は驚き、紅白と会って隕石関係を結ぶことを約束し、寛容に入って、以来、宝物などを奪うこともせず、交部将軍を待っていました。席に兵を置いたのは、盗賊と非常時に備えたものです。 これを、皇婦将軍に伝えてくださいと言った。紅白は納得するがそれを皇婦へ伝える条件として、劉邦が、明朝、皇婦の陣営直接来て謝罪する必要があると言い、劉邦はこれを受け入れた。一方の皇婦も、紅白の取りなしにより怒りを和らげ、弁明を聞くことにした。そして翌日、後に言う、公門の会が行われることとなった。翌朝、劉邦は、 校門に、公務を尋ねた。しかし護衛の兵は、人外に留め置かれ、本営には、劉邦と長領だけが通された。劉邦はまず公務にへり下って謝罪し、私たちは旗を撃つために協力し、公務将軍は、河北に、秦は、ナ南に戦いました。思いもよらず先に、冠中に入りましたが、小人の残言によって、互いの関係に、 ひびが入っているのは残念でなりませんと弁明した。それに対して幸運は、それは、総務省が言ったことだと返した。幸運は宴会を始め、幸運、紅白は東に向いて神座に座った。半蔵は南向き、流邦は北向き、長領は西向きにそれぞれ座った。宴会中、半蔵は幸運に目配せして、流邦を切るよう合図を送った。 そもそも劉邦を陣中に入れたこと自体が謀反を大義名分として切ることを目的としたもので、彼を幸運のライバルとして警戒する半蔵が強く進言したものだった。しかし、劉邦が卑屈な態度を示し続けていたので、幸運は打つ気が失せ、一向に動かなかった。サンドアイズを送っても全く動かなかったので、藩蔵は一旦中座して、構想を呼び、祝いの剣部と称して、 劉頬に近づき、切るよう命じた。これを受けて構想は剣部を始めたが、企みに感づいた、紅白も、相方として、剣部を始め、構想を遮り続けた。この時、張領も中座し、人外に待機していた藩界に、事態の深刻さを伝えた。藩界は髪を逆立てて、護衛の兵士を盾で弾き飛ばし、宴石に突入。戦勝の振る舞いがない。 お流れを頂戴いたしたく願います。と幸雨を睨みつけ、そのすさまじい剣幕に剣舞が中止となる。幸雨はその豪傑ぶりに感心し、大きな酒に酒を並々と注いで渡すと、半海はそれを一気に飲み干した。さらに、豚の生肩肉を丸々一固まり出すと、半海は盾をまな板にして帯びていた剣でその肉を切り刻み平らげた。ここで、 皇儀がもう一杯と酒を進めると、繁華は、私は死すら恐れませんのに、どうして酒を断る理由がありましょうか。新王は暴虐で、人々は背きました。海王は諸将に、先に、関陽に入った者を王にすると約束しました。廃校は先に、関陽に入りましたが、宝物の略奪もせず、波状に軍をとどめ、将軍の到着を待っていました。席に兵を派遣したのも、 盗賊と非常時に備えるためです。未だに恩賞もないのに、残言を聞き入れてこうある人を殺すというのは、旗の二の前ではありませんかと述べた。これに対して幸運は返す言葉がなく、それほど心配なら、ここに座ってもよいぞというのみだった。その後、劉邦が席を立ったまま戻ってこないので、幸運は陳平に命じて、劉邦を呼びに行かせたが、劉邦は、半回と共に、拷門を、 すでに去り、自陣に到着していた。この際、長領は、劉方が酒に酔いすぎて、失礼をしてしまいそうなので中座したと幸雨に謝罪し、贈り物を渡すと自らも辞去した。贈り物を前にした幸雨はご機嫌だったが、半蔵は情に負けて、将来の過婚を立つ、潜在一ぐの機会を逃した幸雨に対し、こんな小僧と一緒では、測ることなどできぬ。と激怒し、 贈り物の玉刀、自らの剣で砕く。さらに深い探索を漏らして、劉邦を討ち取ることができなかったので、そのうち天下は必ず劉邦に奪われ、我らは捕虜となってしまうだろうと嘆いた。劉邦は自軍に戻ると、早速郝羽に残言をした、総務省を中殺した。拷門の会において、劉邦の釈明を受け入れた格好になった郝羽は、劉邦を撃つ、大義名分を失う。 天下を平らげ、劉邦を食どもへの知恵左遷はしたものの、ここで劉邦を撃てなかったことが、後の敗北につながった。また半蔵も皇儀が劉邦を撃たなかったことに憤慨し、後々の罹患の永遠となる。半蔵を失った祖軍は、長領、陳平の策謀に対抗する力も失った。この、公文の会は、劉邦最大の危機であったが、劉邦は、 進化の進言を受け入れてその通りに行動し、また進化も神妙を落として主君の危機を救った。これと対照的に自らに実力があり、自信もあったがゆえに進化の進言を聞かなかった幸運はその後の破滅を招くこととなった。ありがとうございます。